ねえ、あのさ、お、どうしたの？時々この世界おかしいなってなる時ない？というと？ほら、あの、例えるとさ、あそこの男子トイレ、右が男子トイレで左が女子トイレだったっけなとか、あとこいつの利き手左だったっけなとか、イヤホンの電源ボタン右側についてたっけなとか、こんなところに自販機あったっけなとかさ。あー、まあ、確かに言われてみればあるけど、なんで？いや、なんかさ、なんかこの世界時々調整入ってるんじゃないって思う時あんの。調整？いやなんかね、思っちゃうんだよ。なんかこう、なんかさ、神様がさ、こうなんつうの、都合が悪いからっつってさ、なんか、あ、こういう風に認知されてると都合が悪いから、こういう風に無理やり変えてやろうみたいな感じ、わかる？何に影響してんのかわかんないけどさ。あー、まあ確かにその可能性はあるっちゃあるかもね。でしょ？俺も人殺した時死体が一つ増えてたこともあったしね。あとあれだ、筆箱とかさ、鉛筆一本増えてたりしない？あー、わかる。なんか消しゴムとかも思った以上に減ってたりとかする時あるもんね。そうそうだよね。そうだよね、やっぱりね。最初なんて言ってた？